あれ曲がってるやん。本当だ、めっちゃ分かんなかった。こんな感じということで、はい、始まりました斉藤です。はい、まずはふもとっぱらの2日目なんですけども、乾杯をさせていただきたいと思います。久々の連泊なんですよ。そして先ほどお声掛けいただいてもらってしまいましたお土産、ふもとっぱらビール、ありがとうございます。まあ午後ですけど、真っ昼間から今日はいただきたいと思います。憧れでしたよね、もう2日目は、うん、飲み明かすすぐ、そう、すぐ飲める、もうだって設営なんてないからねを味わいたかったのです。はい、もう午前中めちゃくちゃダラダラしてたんではい、初めてやりたかったお昼寝も体験できました、はい、なので、ここから動画撮っていきたいと思います。はい、それでは2日目、サイノサイノー、はい、うまうまい。昨日のあまりのカルパス一個だけ置いてあった。ということでお昼ご飯食べてないので、そうですね、朝もなんかスープだけだったから、うん、いくらご飯やる、せっかく作ってきたから。じゃあお惣菜、食べてなかったお惣菜があって、うん、唐揚げと卵焼きをそのチキンハウス沖で買ったんですよね。はい、そう、昨日のグルテンでここ焼き鳥の、うん、焼き跡があるんで、ここでまたちょっと焼き鳥焼こうかな。2連泊炭火やれるってなんかめっちゃ嬉しくない？チキンハウスで結構多く買ったから、まあ余ってよかったんですけど、あの足らなくなるのも嫌だったんで、うんうん、余ってるんでその焼き鳥をやろうと思います。天気は悪いんですけど、うん、なんか雨もパラパラ降ったり止んだりしてて、ね、富士山は全く見えません。まだ一回も見てないゆっくりご飯炊いて、今日はイクラご飯ランチをしたいと思います。イクラをね、買ったんすよ。普通買わないんですけど、筋子、うん、昔はよく買ってたんだけど、一人暮らしの時も買ったりしてたんだけど、筋子を買って、イクラのそれをほぐして、で醤油とかみりんとかつけておく、で自分で自家製のイクラを作って持ってきたんすよ。それもグルキャンで足らなかったら食べようかなと思ってたんですけど、余ってるんで、うん、イクラランチをしたいと思います。はい、ご飯炊く？そうですね、まずちょっとお米を洗ってきて、うん、お水につけたいと思います。はい、富士山こんな感じです。どこにも何も見えません。昨日からずっと見えておりません。サイトは昨日のままです。こんな感じでテントも張りっぱなしでございます。今日はせっかくなんでテントの中で寝ようかなと思っております。昨日車中泊でしたので。おはよう。今日の煮込みです。にーにゅん、おはよう、おはよう、あだ、あだ、おはよう。お米大好き、お米大好き、みんなも大好きだろ。唐揚げと富士の卵、厚焼き卵、もう卵で大好きだから美味しくないわけがありません。各富士山のお水が出るんで。あ、そっか、はい、入れてきて重いのにやってくれたんですか。入れてきてるんで、こちら、すいません、よろしくお願いします。じゃあ水分を吸わせたいので、どうぞごゆっくりお過ごしください。これで落ちされる店もう原本、原本、元本じゃん。元本、元本違う。卵をね、ちょっと味見したら、うん、激うま。やばい、だってこれもチキンハウスだもんね、全部濃い、濃すぎてびっくりした。じゃあちょっとつまんでみようと思います。天気は悪いけど最高です、涼しくて。食べていいですか。うん、唐揚げも卵もうまい。うん、おいしい。卵食べたい、うん、ここで切っちゃっていいの、うん、箸で、うん、うわ、うん、これはうまい、うん、濃くない、うん、めっちゃおいしいです。これはうまいわ。うん、気温20度です。20度、うん、あ、
じゃあそんなに寒くないんだね。うん。ぜひ皆さんにも卵焼きと唐揚げも食べてもらいたい。火使ってる時だけめっちゃ風吹いて、今終わったらピタッてやんだ。それでは、はい、着火お願いします。はい。それさ、なんか壊れてきたね。ハルピン。うん。あいててててて。あいててててててて。へへへ。あいててててて。どう？ああ、コリがほぐれる。なんか浮いてますよ、むしろ。うん。ああ、倒れた。変なとこに座ってた。あいて！腰がほぐれる。ついにそんなのもう持ってきちゃって。うん。やばいよ。これはやばい。見てこれ、ほら。これね。動いてる。まさかキャンプに持って行きたいって言い出したんで。最高だよ。唐揚げ食べて、卵焼き食べて、うん、ビール飲んで、富士山はないけど眺めて、はい、これでマッサージして、コリをほぐして。前代未聞ですよ。え？キャンプ場にマッサージチェア持ってくるやつ。マッサージチェアって思うじゃん。これね。これで、はい、これでいいの。あ、絶対これ、うん、私も欲しいけど、タロちゃんにもいいなと思って。まあまあ、使ってますけど。私がだけじゃないから、別に買ったってよくないと思って。いや、ありがとうございます。でしょ？ おかげで、これでマッサージは十分になりました。本当に、うん、今と全部ぐらい電気屋に置いてあったやつ、全部こうやって試して、うん、そしたらこれ、すごいんだよね。うん、まあピンポイントで。それはね、あの、ものすごいマッサージチェアに比べれば簡易ですけど。うん、まあ、ただ別に足とかいらないから。でも、うん、でもね、僕ら的にはさ、買ってよかったよね。めっちゃ買ってよかった。家でね、仕事合間とかにさ、うん、やって。ああ、ご飯のいい匂いがしてきた。あとちょっとだけやろう。風があるんでね、こうやって。これ部分とかもできるし、うちらが一番辛い肩、うん、肩にしっかりゴリゴリしてくれるやつがあんまりなかったんだよね。うん、さあこれがね、うちらの体型にはね、ぴったりで、うん。リクライニングできるから。そう、座ったままでもできるんだけど、ちょっとこの体重が、うん、このゴリゴリにこうかかってる方がより圧がかかるから。はい、でこれをあそこのホタテに。ポータブル電源につなげて、電力全然使わなかったね。そうなんです。うん、20ワットぐらいしか使わないです。キャンプ場で、なんとマッサージチェアをやるっていう。青空マッサージ最高だよ。絵が完成しちゃいました。意外と、まあ、値段もね、マッサージチェアって考えたら安めでしたよね。そう。アマゾンにも売ってたんで。うん、リンクを貼っておりますので、最強のだらけをやりたい方、いかがでしょうか？いかがでしょうか？ドクター。青空マッサージ。でも、なんか有名みたいですよ、このドクターエアーっていう。ね。うん。いっぱい出てきたよね。あおちゃんもやる？うん、やってみる。炭を待ってる間にね。うん、炭もできてきたけどね。私はちょっとご飯をチェックしたい。早め早めですね。できましたか？できました。オープニングしてみたいと思います。はい、おいしいに決まってる。最初から決まってる。だって土鍋は最強さ。ヘイヘイ。おほー。あれ、なんか昆布。ちょっとさっきかきましたんで、うん、一旦ね。ちょっと昆布が。昆布取っちゃった方がいいんじゃない？そうだね、うん。取っちゃおうか。ふかふかですね。ふかふかにやっぱりこの、これはね、かなり美味しく炊けるんで。ちょっといいですか、入ってても。うん。ふかふかつやつやです。ほー、うまそう。ちなみに、これ、タロちゃんがつけてきてくれた。うん、いくらくん。いくらくんね。いくらさん。これ、あー、つけてある。使ってるね。だいぶいい感じで使ってます。うん、はいはい。はい。いいんじゃない？よそれ。いくら丼です。や
ばいね。絶対美味しいやつじゃん。まあ、ちょっと自家製なんでね、色が良くないですけどね。もっと黄金色みたいになるのがいいの。どうやったらあんな赤くなるんだろうね。真っ赤にね。宝石みたいになるんだろうね、うん、お店の。キラキラでしょ、うん、キラキラな。うん、てんこ盛り。見て。いただきます。いただきます。まずご飯食べてみよう。うん、うまっ。あっか、ご飯めっちゃいい感じ。いくらといただきます。うん、プチプチです。おっきくない、このいくら。うん、いい味。濃いかなと思ったらそんなことなかった。めっちゃプチプチ。うまっ。噛んでも、スルッて逃げていくもん。うん、いくらが、潰れず。なんか、おっとっと。うん。おっとっと。めっちゃ使ってるわ。いい味です。うん。この土鍋、おでんも、普通の鍋も最強に美味しくなる。うん、でも安かったんでよかまず。なんか黒とか白とかのやつが欲しかったんだよね。かっこよくない？レトロ、レトロ感のあるモダンな土鍋。うん、やば、ありがとうございます。なんかドラキュラみたいに赤い収録ずえってなってた。口からこぼした。あ、ついにそこからもこぼすようになったのか。風がだいぶ出ていったね。ね、でも吹いたり、やんだりなんだけど。炭いい感じだね。うん。焼き鳥の残りを、やっちゃおうと思って。今度焼き芋でもぶっこんどこうかな。季節的に。焼き芋食べたくない？ああ、夢。え、なんだって焼き芋？うん。あの甘い、めっちゃ甘いお芋あるじゃん。どこの焼き芋がおすすめなんだろう。芋を買うところから。さつまいものおすすめ知りたい。教えてほしいって言ってるんじゃん。教えてください。お願いします。わからないんです。コメントでいただくとさ、わかりやすいじゃないですか。うん、すごい。お米だけでもうまいよ。本当？うん、久々こんなキャンプでしっかり炊けたやつ。こんなに地べりいくらがいますからね。ね、食べなよ。はい。いってくじゃあここゆっくりどうぞ。魔界のファーム、魔界の牧場行って、うん、朝ね、うん、アイスクリーム食べたりしてきたんですけど、うん、そのメーカーさんとね、うん、でこの牛乳をいただいちゃいましたので飲みたいと思います。いろいろ飲んでるよね。お酒飲んで、お茶飲んで、牛乳飲んで。ね、なんかね、生クリームが浮かぶって書いてあるのよ。ほら、生クリームが浮かぶ牛乳だよ。いい感じですか？いい感じです。うわっ！ん？ん？生クリームだ。え？甘いとかじゃないけど、生クリーム牛乳、美味しい。初めての感じ。なんか初めての味。うーわ、濃いね。ね。うん。生クリーム味だね。生クリーム味。あれですよ、ケーキについてる生クリームみたいんじゃなくて、うん、クリーミーなの、すごい。美味しい。お散歩行こっか、お散歩。やったね。お散歩行けるよ。落ち着きなさい。すごいね。嬉しいね。東山。うん、なんかかっこいい。すごいいい雰囲気ですね。このなんか雲のような霧のような、うん、上に上がっ、森から上に上がってってるんだよ。ねえ、雲ですかね。不思議だな。うん。ちょっとトイレ行ってこようかな。初めて来た時はこれなかったん？初めて来た時はこんなのなかった。
あ、まだ立ってなかったよね。うん。ハルピン。やばいよ、今一瞬。今一瞬出てたなぁ、富士山。絶対あそこから見える。右の端から。ほら。いや、雲の形変わっちゃうんじゃない？あのまま行って。ちょっと。ちょっと。めっちゃ太陽当たってたよね、うん、富士山に。富士山には当たってた。どういうことみたいな。ここだけ取り巻かれてる。雲に。うわぁ。すごい綺麗だったよ。うん。お、お、お、お毒か。どいてきたぞ、なんか富士山のとこだけ。そしてまた一層後ろに。あ、一層後ろにいるね。動かない雲がいる。わぁ、一瞬で隠れちゃうんだな。うわぁ、うわぁ、もうなんかすごい期待できない雲がいっぱい向こうにあります。ほんと一瞬だったね。うんうん、収められなかったけど、いただいちゃった。いただいちゃったんですね。九州からいらっしゃってて、うん、感動したね。ね。こないだまで九州にいたからね。行ってて、なんかすごい感動しちゃった。あ、バドワイザーうまうまいよね、うん、飲みやすかった、すごい。昨日飲んだ？飲んだ。2ついただいた。うまい。涼しい。あ、前の家はさ、すごいさ、鹿の声が聞こえて当たり前みたいな感じだったから、うん、毎日、うん、でキャンプでも聞いて、うん、で今全く聞こえないから、うん、すんごい新鮮だった。あっつ。あ、鹿の声がすると、うん、ミスティだから肌潤うね。ほら、この時間になると、ね、なんか帰ってきたよって思わない、うん、この声ずっと聞いてたなと思って。ライトに向けて顔やってればね。高級。なんでいきなり。シンプルにエセさんとお会いしたんで、はい、よかったら一緒にっていうことで、はい、はい、明日ちょっとね、お仕事絡みの撮影があって、はい、エセさんが前乗りで来てくれたんで、はい、ちょっとだけここで一緒に飲もうと思って、はい、焼き鳥の余りがありますので、こちら焼いていきたいと思います。エセさんの動画100万回超えてますからね。 すごいよな、うん、コーディネートがすごいもんな、そもそも。どうぞ、塩基と塩です。ありがとう。あ、どうぞどうぞ。もちろんです。2泊だもんね、そういうのね。そうなんですよ。そうですよね。あとはゆっくりね、そうなんだよね。今日、中日が一番いいよね、やっぱね。そうっすね。めっちゃゆっくりできるもんね。はい。やっぱ仕事に拘束されたりとか、なんか逆に仕事とかで嫌なことがあってキャンプ行くからキャンプの価値が高くなる。あ、そうかもしれないですね。特になんかそういうのもなく、いつでもキャンプ行けると、ちょっとね、価値がね、低くなる。そうですね。本当に純粋にキャンプ楽しめてるのかなって。ってなると、やっぱ、時もある。はい、結構あります。あ、どうもありがとうございます。すいません。サラダもだってちゃんと。ああ、そう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 。本当はこれじゃちょっとダメだけどね。本当は一番いいのはなんか、ごぼうとかセロリとか、繊維質がやっぱりいいんですよ。ああ、そうなんですか。うん。それでは。あ、お疲れ。お久しぶりです。お久しぶりです。よろしくお願いします。お願いします。久しぶりの水分大変っすよね、準備が。ソロで来ることが、ね、少ないから。そうですよね、うん、ということで、はい、テントに入っていきました。いい組み立てで。このテントコーディネートはですね、ちょっと別の動画で出してるので、ぜひよかったらそっちも見てもらえたら嬉しいです。あの、こんな感じでテントコーディネートしてあるんで、今日ここで、喜びな人がいます今日はここで寝たいと思います。
何ですか何ですか、おやすみしようね。おやすみしよう。よしよしよし。ということで、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。はい。さっき雨やばかったね。雨やばかった。あのさ、そのつなぎ目からドワーって雨降ってたよね。キャノピーと。エセさんと3人で飲んでたら、一回やばいぐらい雨降ってきて、避難しましたよね、うん、一旦。もう風も吹いちゃうと、一気に雨入ってきて。いやでもね、マジで気温だけはすごいちょうどいいか。ふもとはですね、シャワールームがないんで、お風呂はあるんですけど、シャワーがないんでね、今回ちょっと2泊3日お風呂なし。そうなんです。ちょっと明日あたり臭くなってくるんでね、まあ、帰るだけだからいいんだけど、撮影あっても。まあね、明日がでも仕事です、うん、そうですね。ではまた明日。